3月に行われたハピバクマモン2024。この日はくまモンがスクエアに登場する予定なのですが、現れたのは、私たちは熊本に咲いた悪の花マグモンシスターズ。いただきますよ。このハピバクマモン2024でくったわない、そうね、皆さん、クマも呼んでも気がしないわよ。なんでだかわかんない。そう、私たちワルモンシスターズがクマを閉じ込めちゃったの。もうやっちゃったの。もうやっちゃった。どうやってクマモンを閉じ込めたのか、驚きの手口がスクリーンに映し出されます。クマモン誕生日のお祝いに熊本ラーメン食べ放題イベントに招待を受けた。熊本情報をぴったり止めた悪者ラーメン記者会で待ってるわ。熊本ワルドよい。ワルモンシスターズの狙いとは、私たちどうしてここに来たかというと、そう、クマモンスクエアのあんなんだからや、こんなんだから全部だから、私たちワルモンシスターズなんだ。そうなのよ、お互い決まってるのよ。全部私が塞いでみる。あの全部お姉さんが塞いだの。皆さん、ここは皆さんの力が必要です。きっと熊本マスコさんなら駆けつけてくれるはずです。皆さんで、ね、マスクコールお願いします。お願いしよう。無理無理無理、マスクコール、マスク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 。熊本マスク登場。火の国熊本マスクとは、くまモンスクエアの秘密の地下室にあるというプロレスラー養成機関熊の穴で過酷な修行を重ね、究極なボディとテクニック、そして正義の心を手に入れた初代くまモンランドヘビー級チャンピオン。なんとワルモンシスターズがマスクを剥ぎ取るという暴挙。素顔が暴かれてしまうのか。正義の心でワルモンシスターズを成敗するんだ。いくわよ。はーい、はい、あ、あ、あ、
熱戦が繰り広げられます。くまモンシスターズ熊本マスクの勝利を祝い、みんなでダンスを踊ります。Peace out.